皆さん、こんにちは。株式会社エクソンの荒牧です。本日も、ライブの、オンラインセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。今日はですね、今までとはちょっと切り口変えましてですね、対談シリーズということで、この後、自己紹介もしていただきますけども、有限会社アクトコンサルタントの、大森先生ですね、お迎えしまして、DX 時代におけるいわゆる携帯業界ですね、モバイル業界の代理店の法人営業の今後というところで、いろんな未来像ですとか、過去を振り返りながらも含めてですけども、お話をさせていただきたいと思います。お時間としましては、この後、1時間弱、1時間はかかんないかなというところだと思いますけども、13時スタートですので、14時ぐらいまでお時間を取らせていただきまして、お話をしていきたいと思います。今日は、私、それから大森先生の旧知の、モバイル業界の方も多分ご視聴いただいているかと思います。2人のキャラクターは皆さんご存知だと思いますので、いろんなですね、荒っぽい話も含め、ぶっちゃけ話も含めですね、出てくると思いますので、お楽しみいただきたいと思います。また逆に今日このシリーズ3回ほど続くんですが、同じテーマで3回やりたいと思いますけども、お互い瞬発力の塊ですので、その時々でですね、同じことを言ってるんですけど、違う切り口でお話をすることなんかもたくさんあると思いますので、ぜひよろしければ2回目、3回目もまたご視聴いただければありがたいかなと思っています。それでは、じゃあまず簡単に自己紹介からさせていただきたいと思います。まず私、株式会社エクソンの代表をしております、荒牧淳と申します。どうぞよろしくお願いします。オープニングの前にいろんなテロップが流れてたんで、大体読んでいただいたかと思うんですけども、私ども、株式会社エクソン、社歴が今年で26年目になるんですけども、ちょうどモバイル業界が、立ち上がったのは大体27年、8年ぐらいだと思います。ですから本当にスタートした当初からですね、実は、携帯業界、昔はその携帯電話のその、なんていうんですかね、インターネットアクセスなんかできないような時があったんですけど、アナログ携帯ですとかっていう時からずっと実はお付き合いをしてまして、そこからデジタル携帯なり、インターネットアクセスが始まり、お財布携帯が始まり、そしてスマホなり、なんていうところでですね、ずっとお付き合いをさせてきていただきまして、今でも、北海道から九州、沖縄まで法人営業の、いろいろ研修ですとか、いろんな関わりのある部分ですね、うちでやらせていただいているというところで、今まで多分携帯業界ですと3万人ぐらいの受講生の皆さんとお付き合いしてるんじゃないかなと思ってます。今日は、そんな中で代理店の法人営業というところでいろいろと大森さんと、意見交換しながら皆さんのお役に立てるお話を進めていきたいと思っております。では、大森さんの方から簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますけども、大森さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、大森でございます。荒牧さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。有限会社アクトコンサルタントの大森啓二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大学を出まして、外資系のコンサルタント会社コンピューターメーカーを経由いたしまして、ちょうど独立いたしまして23年目になりました。その間、荒牧さんと記憶に間違いなければ2000年かなぐらいに実は、某、メーカーさん、キャリアさんの方でご縁をいただきまして、以来、ライバルというより、どちらかといいますと本音でいろんなことが語り合える良き、仲間であるというふうに思っております。今回も荒牧さんの方からぜひ大森さんちょっと顔出せやって言われましてですね、ノーギャラで今日は参加をさせていただいております。はい、ので全然どう言えばいいんですかね、営業っ気なし、ぜひこの会をよくしていきたい、聞いてくださっている方の思いに応えたい、そういう意味で有意義な1時間にしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日なんですけども、この後は今大森先生 の, いわゆる専門分野である、DX 時代の営業、法人営業といったところをですね、いわゆるその、モバイル業界の代理店の法人営業部門、法人営業担当者という切り口でですね、いろいろ と,、テーマ設定をさせていただいてますので、そんなところで本当に忌憚のない、意見交換したいなと思っております。具体的に、お互いそれぞれビジネスという守秘義務契約のいろんなものがあると思いますんで、その辺に触れないようにお互い気をつけないと、今後の商売にも引っかかると思いますので、よろしくお願いしますというところです。ちょっと見ているご視聴いただいている皆さん、私もそれから
小森先生も少し緊張気味だなというのは感じていると思うんですけども、少しすれば多分いつもの調子に戻りますので、皆さんご安心ください。さあ、それではじゃあ早速ちょっと入っていきたいと思うんですけども、まずまあ少し過去も振り返り、大森先生もそうですし、私も、なんだかんだ言ってその携帯業界、モバイル業界と20年以上のお付き合いをしているということで言うと、非常にその急成長をしてきたこう業界じゃないですか。で、その中でいろんな過去の経緯がある中でいろんな変化をしてきて、法人営業っていうのもかなりこう姿が変わってきたなっていうところなんですけども、どうでしょ う、 こう法人営業をちょっと取り巻く環境といったところで、その外部環境も含めて少しちょっと振り返りをしてみたいなと思ってるんですけども、どうでしょう、携帯業界特有のそのなんていうんですかね、キャリアさんと代理店さんとの関係性という中で、いわゆる支援費というものですとかっていうのが出るなんていうのは、有名な話だと思うんですけども、そういった意味で言うと、その一般的な法人営業とかなりちょっと様子が違う業界でもあるんじゃないかなって気がしてるんですね。ある意味その成績ある一定の評価をクリアすれば支援費が出てくる。それともう一つは、ここどうくらいですかね、6、7年、10年ぐらいですかね、いわゆるちょっと右肩上がりの角度がちょっと下がってきたっていう中で言うと、急上昇してたものがブレーキがかかってちょっと角度が落ちてしまった、かなり角度落ちたって言ってもいいと思うんですけども、そんな中でこう大森先生としてはどうですか、こうモバイルの法人営業の環境っていうのを過去から見られてると思うんですけども、僕自身はまだまだ甘えてるんじゃないかな、いわゆる代理店さんがキャリアさんに含め、甘えてるんじゃないかなっていうのもちょっと感じてるところあるんですけども、どういうふうにお考えになりますか。甘えてるときましたか。おっしゃる通りですね、甘えてるという言い方がいいかどうかなんですけれども、今の荒牧さんのお話を少しかいつまんでお話しさせていただくと、携帯電話ができました。どちらかと言いますとキャリアさんの言う通りに、その携帯電話を新しいサービスとして製品として提供すれば OK でしたよね、という一つの大きな流れ、世の中に新しい製品が出れば当然それがどっと市場に広がれば、極端な言い方をしますと営業しなくても売れる、で、それが6年、7年、5年ぐらい前にスマートフォンに変わりました。で、これがやっぱり一つの大きな契機でございまして、そのスマートフォンに変わるということは、いろんな機能をその中に、もうこれはお話しするまでもないんですけども、盛り込むことによっていわゆるそのソリューションというものが重要になってきて、単なるもしもしハイハイとかメールだけではない、いわゆる法人としてどうお仕事のお役に立てるのか、効率化であったり時間短縮であったり品質向上であったり、そういったところにどうお役に立てるかという切り口でスマートフォンの時代が来ました。そうですね、でもね、次また変わるよね。で、間違いなく変わりますね。変わるということを、今おっしゃった甘えという言葉の中でいくとあるんかな、あるでしょうね、きっとね、はい、ありがとうございます。そうですね、本当にその変わるっていう中で言うと、本当に急成長をしてきて、いわゆるその例えばアナログ携帯がデジタル携帯になってデータ通信が始まりました。そしていわゆるインターネットアクセス、代表的なところで言うと i モードですよね、i モードなんかが始まって、それからフェリカが乗っかったなんていうふうなところがあったんですけども、今大森先生おっしゃったようにスマートフォンが出てきたことによって、これ何が変わったのかっていうと、業界的に言うとキャリアの主導権っていうのが、いわゆるアップルだとかグーグルっていったところに、いわゆる持ってかれた部分っていうのはかなり大きいじゃないですか。おっしゃる通りですね。で、いわゆるデリバリーする部分っていうのはキャリアを通じ、キャリアから出てきたものを代理店が販売するっていう中で言うと、今まで代理店さんっていわゆるキャリアの顔を見てればよかったのが、今度はもう少し大きな目で業界全体を見ていかなくちゃいけないっていうような状況になってる。やっぱりその辺の視点っていう中で、例えばソリューションっていう意味で言うと、お客様目線で言うといわゆるクラウドのサービスを使って業務改善していかなくちゃいけないって話が今大森先生のおっしゃったところだと思うんですけども、そこに対してキャリアさんの方だけを向いている代理店が本当にこうお客様目線にどう切り替わっていくのかっていったところで、環境対応できてない代理店さんってまだいるんじゃないのかななんて、僕自身はちょっと厳しめにちょっと見てるところがあったりするんですよね。おっしゃる通りですよね。だって仕方がないですよね。今まではキャリアさんを見てれば、言い方悪いですけど、そこでいわゆるリベートですよね、
あのお金が、まあ、言い方悪いですけど、目標達成すればチャリンチャリンとお金が落ちてきたわけですから、まあ、人間やはりあの経営者なんか特にやっぱりお金落ちてくるのを見るのは当たり前の話でありますので、うん、でも今実はお金を落としてくれるところというのは、今荒牧さんがおっしゃってくださった通り、実はキャリアさんじゃないんですよね。キャリアさんじゃないんです。今おっしゃった Google ですとか、そういったガーファとかですか、そういったところが実はベースを握っちゃってしまっている、うん、ということはキャリアさんはある意味では、これから代理店さんの組織を運営するときの一サプライヤーにしか過ぎない、うん、そのサプライヤーをどうコントロールしていきながら、最終的には地元のやはり代理店さんやってらっしゃる企業さんが多いと思いますので、うん、その企業さんにそのサプライヤーをどうミクシングして提供するのが一番いいのか、うん、もうこれをやっぱり考えていけるようなやっぱり組織作りをしていく、そういう意味で変わっていかなければならない時代かと思っております。そうですね、ありがとうございます。でちょっとテーマ変えていきたいと思うんですけども、いわゆる代理店の法人営業のこれからのちょっと存在意義的なところを少しちょっと一緒に考えていきたいと思ってるんですけども、今大森先生おっしゃったように、いわゆる周りが変わってきてるわけじゃないですか。それこそいわゆるそのテクノロジーですとか、いろんなプロダクトですとか、そういったサービスなんかを提供するところっていうのが、今まではキャリアが全て一気通貫で提供していたものが、例えば GAFA ですとかも含め、それから、まあ、いろんなクラウドのいわゆるサブスクリプションで、まあ、ソリューションサービスっていっぱいあるじゃないですか。ああいったものって別にキャリアが作ってないものを今たくさん扱わなくちゃいけないじゃないですか。という中で言うと、取り扱うものも変わる、そしてキャリアのポジショニングも変わってるっていう中で、変わらないものって僕あると思ってるんですよ。変わらないものって何なのかっつったら、お客さんは変わらないわけですよね。そうですね、お客さん自身変わらないですよね。でもお客さんの取り巻く環境が変わってるんだから、そこに対してそのお客さんをどれだけちゃんと追っかけきれてるかっていう意味で、ちょっと存在意義ですとかっていうのをちょっと考えていきたいなと思ってるんですけども、どうでしょうね。本当にお客様目線でやってる代理店さんの、まあ、組織って話が出ましたけども、まあ拠点ですとか、それから担当者って、まあ、大森さんも私も個人的にお付き合いしてる人たくさんいますけども、どうでしょう。本当にこうお客様目線でちゃんとソリューション、いわゆる課題解決なんかの提案をできてるやつなっていうのは、大森さん的にはどのくらいいると思います？僕1割いないなと思ってるんですよ。厳しいな。荒牧さん1割いないって言われたら、僕なんて答えればいいんでしょうね。そうだな、1割ぐらいいるんじゃないですか。1割ぐらいいますかね。個人的には1割ぐらいはいると信じたい、うん、もうちょっと言い方を変えれば、お客様も分かんないんですよね。これだけいろんなものが変わっちゃってきてて、うん、実は昨日もある企業さんの社長さんから言われたのは、あの嬉しい話でもあり怖い話でもあるのが、大森さん任すって言われるんですよ。ああ。任すって言われるんですよ、まあ、どこのキャリアがいいかとか、何がいいかとか、うちの持ってるやる能力、やる IT リテラシーであるとか、うん、社員の能力であるとか、まあ、そういったものを客観的に見てるだろうっつって、俺分かんねえからっつって、うん、DX が分かんねえから任すよなって言われたら、うん、まあ、ありがたいと思う部分と、すごい責任感じるなみたいな部分がありますので、うん、やっぱりそこ、はい、そういう営業になってほしい。もっと言うと、うん、もう話を戻しますが、お客様目線にどれだけ向けるような営業マンになりきれているのかなというところを、ご自身も含めて周りからそういう客観的なアドバイスをもらっていただくということは重要かなと思いますね。そうですね、あの今任すよって言われるのがまさしくそうだなと思ってて、あのいわゆるそのお客様から任すよっていうふうに言われるような関係性がそもそもできてるか、そして任すっていうことは当然、まあ営業の役割ってこれどの業界でも一緒だと思うんですけども、お客様の利益をどうやって作っていくのかっていうのが営業の役割、そして会社に対してきちっと利益を上げていく、まあ、売上金額なのか販売数なのか別として、これ上げていくっていう、このバランスの問題じゃないですか。おっしゃる通り。その中で多分キャリアさんですとか代理店の中での担当者のポジショニングっていうのは、お前ちゃんと成績上げられるよねっていうふうに評価されてたとしても、やっぱりそのお前に何でも任すからと、まあ、もちろん当然その何でも勝手にやっていいって話じゃないと思うんですけども、任すよって言われるような法人営業って、僕存在価値ってそこしかないんじゃないかなって気がしてるんですよね。今日はなかなか手厳しいですね。確かに存在価値はそこにしかないかもしれませんね。ですよね、うん、だからそういうふうに言ってもらえる担当者って1割いないだろうなっていうのは、ね、僕正直な感想なんですよ。あの、まあ、確かにそうかな。
便利なやっちゃねとか、役に立つやつだねっていうレベルはいくらでもいると思うんですよね。そうですね。だからそこって大事なポイントでして、うん、はい、法人営業は便利屋でもありませんのでね、絶対便利屋ではない、ね、見積書持ってったりとかね、うん、いろんなね、スマートフォン運んだりとか、まあ、これはで仕事なんでしょうけど、下手するとそれを仕事だと誤解してる人がやっぱり7割ぐらいいるのかな。そうですね、まあ、基本動作としていわゆる御用聞きとして定期的に訪問をするですとか、まあ、それは大事だと思うんですよね。それはそれでやっぱり基本動作として、おっしゃる通り、うん、ただそれをいわゆる仕事の本筋だっていうふうに、まあ、思ってる人は多分いないとは思うんですね。多分今の時代代理店さんって必ず法人営業ってキャリアからソリューションを提案してこい、まあ、言い方を変えるとキャリアからソリューションの数字を上げてくれって言われてるはずですから、そういった意味で言うとソリューションは例えば、うん、まあ、一つの例で言うと例えば Google ワークスペースにしたって、 Google ワークスペースいかがですかって言ったってお客さんそもそも分かってないんだからやっぱりお客さんの状況だとかやっぱり業務環境だとかいろんなリテラシーなんかもちゃんと聞いた上で適切にメリット提案ができるかどうかって話の中で言うとなかなか厳しいのはあるかなって気がするんですよね。そうですね、はい、おっしゃる通り、今の話でやっぱりソリューションで Google ワークスペースってつながらないじゃないですか、うん、つながらないんですよ。だからそのソリューションって何なのというところが、はい、お客様目線というのはお客様がどう考えてるかということをどこまで腹に落とせた中で Google ワークスペースだとかいろんなツールを考えるってならないと解決策にならないですよね。結局物売りやってるのと一緒ですもん。そうですね、それこそ Google ワークスペースカレンダー機能がありますよ、スケジュール共有できますせで、これでソリューションと思ってる人がおいおいおいちゃうやろって話なんですよね、うん、でも多いのは事実ですよね、うん、そうなんですよ。やっぱりそこをどうやってこれからやっぱり底上げしていくかっていうのもやっぱり代理店の法人営業の課題だなっていう気はしてるんですね。でその中でまあ、この辺が多分大森先生の一番のその本業の部分の話になってくると思うんですけども、やっぱりその今世の中が取り巻く環境が変わってきてるっていう中で、特にやっぱりその、日本の中小企業の生産性を上げなくちゃいけないだから社会的にデジタル化を進めていかなくちゃいけないっていう意味で言うと、まあ、あまりその入り言葉に乗るのは僕はあんまり好きじゃないんですけども、やっぱりその DX デジタルトランスフォーメーションっていうやっぱり概念切り口っていうのが、これは大企業のみならずやっぱり個人含め特に中小企業なんかは絶対的に変われって言われてるっていうのに、僕はあの刃を突きつけられてる時代じゃないかなって僕は実は思ってるんですよ、中小企業にとって。でさっきも言いましたけど今日は厳しいですね。厳しいですね、はい、いつももっと柔らかいのにな。いやせっかくの機会ですから、はい、もう言いたいこと言っとかないかんなみたいな感じなんですけどそんな中でやっぱりその DX っていう話も含めてちょっと大森先生本職なんでちょっといろいろと教えていただきたいんですけども、やっぱりそのまあ、今まで、携帯電話をお客様に買っていただく、それから、スマートフォンを買っていただく、そして、まあ、例えば Google ワークスペースなんかに代表されるようなソリューションサービスを、まあ、買っていただく、これがまあ代理店の販売成績につながると思うんですね。ただこれって DX とは全く関連性がないんじゃなくて、これを DX だと思っちゃいけないわけですよね。おっしゃる通りですよね、うん、単純にいわゆる IT 産業の人間が IT プロダクト IT サービスを売ることを DX というふうに言ったらこれは大変な間違いだと僕思ってるんですけどどうですか、そういった意味で DX 時代にこう代理店の法人営業っていうのは、まあ、さっきのそのお客さん目線っていうところに戻るのかもしれないんですけども、大森先生的にはどういうふう、まあ、ちょっとあるべきの目的なんですけども、どうあるべきだっていうのにこう思ってらっしゃるんですか、ご意見は。あるべきですか、うん、まず今の話で2つあるんですけれども、1つは例えば携帯にしろスマホにしろソリューションにしろ、これを入れることが DX ではない、うん、で正しいといえば正しい部分もあるんですけれども、例えば RPA ってありますよね最近、はい、RPA を入れることは DX化であるかと言いますと、これ経済産業省の定義から言えば DX なんですよね、うん、で世の中今まるまる DX っていっぱいありますよね。それこそ営業 DX 人事 DX、はい、なんたら DX もなぜ DX 受けといたら何でもいいやって言ってる言い方よくないんですけども、ベンダーさんは必ず後ろにやっぱりそういう担ぎたいツールがあるんですよ、うん、だからまるまる DX という言葉にして時流に乗らないとダメですよというふうにして
先ほど荒牧さんがおっしゃった危機感を表しながら早くやらないとダメですよみたいな形でシステムの販売をしていきたいというふうに思ってらっしゃるというのが現状だと思います、うん、で、これはこれで一つやっぱり正しく理解はしないといけない。なぜならばやっぱりツールを売る、うん、ソリューションを売るということがやっぱり収益構造のね一番近道でもありますし、はい、営業が当然やるべきミッションだと思いますので、それは全然否定しない、うん、ただ一方でじゃあ DX ってそもそも論 DX デジタルトランスフォーメーションってどんなものをデジタルトランスフォーメーションって言ってるの、今までの IT 化とかいっぱい言葉が出てきましたよね、何が違うのというところをやっぱり正しく理解をしていただきたい、まあ、この話を出しますと、うん、あと残りの40分もらっちゃいますのでやめるんですけれどもやっぱりそこは正しく理解をしていただき、今荒牧さんがお客様を見た DX と、あともう一つやっぱり営業がすべきことは社内の DX、 社内がどこまでどういうふうに進んでいるのかな、うん、やはり営業というのは外から自社を見るということも非常に大事だというふうに思っておりますので、やはりその2つの視点で今 DX ってどんな仕掛けになっているのかな、これ6つの箱に分かれた、これもいろんな書籍を見ていただければ分かると思いますので、ぜひその辺を捉えた中でうちの会社の DX って今どこまでできているとか、もしくはお客様がそういった、まあ、例えば RPL というのは最初にそれもやってみようという切り口ですし、それで収益モデルを作ろうという企業さんも結構あります、中小企業でも、うん、のでそこの立ち位置を正しく理解し、ご自身が持ってらっしゃる今までのキャリア、知見、そして能力から何ができるかなということをですね、やっぱり考える力が重要かなと思ってます。うん、長くなりました。ごめんなさい。以上2点です。はい、ありがとうございます。とても役に立つというか、想定の、ああ、さすがだなと思いながら聞いてたんですけども、本当にこの DX って、本当に何て言うんでしょうね、上っ面をこう舐めていくようになっちゃう。それこそ昔からのある、その昔は二十数年前ですと OA なんて言い方をしてたと思うんですね。そして分かりますよ本当ですよね、 IT なんて言い方をして、そして今 DX なんて、まあ、この業界にありがちな話だと思ってるんですけども、まず RPA 担ぐの全然いいと思うんですね。多分今代理店の法人営業の皆さんってRPA でお客さんの中に食い込んでいこうなんていうところなんですけども、やっぱり物売り、が営業として背景にあるのはこれ致し方ないと思うんですよね。当然キャリアから、うん、いわゆる販売数字って求められてますから、これはもう絶対に逃げられない話なんで、それはそれでいいと思うんですよ。ただやっぱり志なくして、いわゆる数字を上げるための DX なんていうのは、これ僕は絶対にあっちゃいけないことだと思ってるんですね。という意味で言うと、やっぱり DX 時代ってとてもこう営業に、特にこのまあモバイル業界もそうですし、いわゆる IT 業界っていうんですかね、システム業界ってとてもこう営業が何ていうんですかね、ビジョンっていうんですかね、そういったものを持ってないと絶対にお客さんになんかすぐにこう何ていうんですかね、バレちゃうっていうんですかね、そこの浅さがバレちゃうような気がするんですよ。でそんな中で、まあいわゆるその提案営業ですとか、ソリューション営業ですとか、物売りですとかって、いろんな営業スタイルって、まあ、ルートセールスだとか、いろんなスタイルがあると思うんですけども、やっぱり、まあ、大森先生と私のちょうど真ん中にある共通項として、まあ、僕は大森先生を20年来ずっとロールモデルとして追っかけてるんですけども、やめてよその中でこういつもこう、あ、どういう視点でいるんだろうなっていう中で、共通のやっぱりキーワード切り口っていう意味で、やっぱりコンサルティングセールスっていうそこがやっぱり共通の切り口かなと思ってるんですね。でそんな中で、そのやっぱりコンサルティングセールスって、まあ、そもそも何ぞやって話も、ここも話すと長くなっちゃうと思うんですけども、やっぱりビジョンのないやつ、やっぱり本当にお客様にどう当たっていこうか、どう役に立っていこうか、世の中で自分がどういうふうなやっぱり役割を担うんだと、いわゆる営業として数字を上げるんじゃなくて、その結果世の中にどういう価値を出していこう、お客様にどういう価値を出していこうっていうビジョンって絶対必要ですよね、これね。おっしゃる通りですね。実際にやっぱりこう、なんていうんですかね、志って言い方でもいいと思いますし、ビジョンって言い方でも構わないと思うんですけども、この特に、まあ、今、いわゆるモバイルっていう切り口からクラウドっていう切り口になってきてる時代じゃないですか。そしてこれが、このまた新しいIT から DX っていう中で、その DX っていうことをお客様に提案しようと思ったときに、法人営業としてどういうビジョンを持って
まず法人営業は DX にお客さんに提案するとしたら、どういう志だとかビジョンを持ってるっていうのが大森さん的には大事なような気がします。なかなか難しい話ですね。今荒牧さんがおっしゃったビジョンというのは営業マンのビジョン。そうです。僕が営業マンだとしたら、こういう営業になりたいんだ、こういう営業活動したいんだ、僕はこういう価値を世の中に提供していきたいんだって話ですね。でもそこを語れる営業マンって、それこそさっきの1割じゃありませんけど 1% いないと思いますよ。それってやっぱり日々の数字に追っかけられてるってやつですかね。いや、日々の数字を追っかけなくても、そこまで熱くなれる、まあ、やつというか、熱くなれる企業さんがどのぐらいあるかなって見ると、もっと極端な言い方しますと、ビジョン、例えば、ね、社会を良くしていきたいとか、ね、日本を良くしていきたいとか、ね、という、そういう大きなビジョンよりも、まあ、ビジョンはビジョンで大事な、その人が持つビジョンとして、これからのキャリアだとか価値観だとかで大事なんですけれども、自分がその企業さんの持ってるビジョン、企業のビジョンね、うん、営業マンのビジョンではなくて、企業が持ってらっしゃる社長さんがこれからどんなビジョンを持っているかな、今どんなところにいるのかな、うん、でこれから、まあ、先ほど DX でも結構ですし、ね、コロナをチャンスにして新しい収益モデルを作るでも結構です。必ず、ね、DX が多少なんなりいろんなところで絡んでくるわけですから、うん、どういうことがお手伝いできて、この社長のためなら死んでもいいと思えるぐらいに、やっぱり思えるやつがいるかどうかというのがポイントかなっていう気がしますけどね、うん、そうですね。やっぱり、まあ、コンサルティングセールスってやっぱり一番の軸って、まあ、お客様の立場に立ってとか、お客様軸で考えようだとかって話があると思うんですけども、まず一番最初にやっぱり知らなくちゃいけないことって、法人営業としてその DX っていうのは、要はその会社のビジネスモデルですとか、いわゆるバリューモデルとかっていうのを変えようって話じゃないですか。おっしゃる通りですね。ということは、会社の、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうかもしれないですけども、いわゆるそのお客様自身の在り方ですとかいうところから全部関わっていかなくちゃいけないっていう意味で言うと、お客さんの、例えば経営者が考えている、まあ、ビジョンだとか、まあ、その経営理念、こういったところなんかがちゃんと握れてるかどうかっていうのが、僕はもちろん自分自身が営業としても、僕も働いてます、営業バタの出身ですので、まあ、自分の役割ってどうなんだっていうのはビジョン持ってるつもりなんですけども、やっぱり今までお付き合いしてきた、まあ、例えば代理店さんですとか、キャリアさんですとか、まあ、一般企業さんなんかでも、まあ、僕は経営者っていう立場を持ってるっていうところもあったりするんで、やっぱりその会社がどこを目指してるんだ、どうありたいんだって言ったところって、それこそ DX 時代って一番重要な、まあ、テクニック論で言うと、そこのヒアリングができないやつは間違いなく DX 時代のコンサルティングセールスってできないんですよね。そうですね、おっしゃる通りですよね。だからもうありたい姿でもいいですし、例えば3年後5年後会社どうしていきたいとか、それに対する計画をどの程度お作りになってらっしゃるかとか、それが例えば金融機関さんですとかね、いろんなところの関係するね、パートナーさんにどのぐらい開示なさってらっしゃるのかとか、やっぱりそういうような形でどれだけそういうところの、それこそビジョンですよね、絵をきれいに描いて、でそれに対して周りの人にどうこう巻き込んでそれを進めていこうと思っていくか、で誰にこれは相談すればいいか、やっぱり考えますよ経営者も、ね、金融機関、お金だったら金融機関の誰々さん、ね、DX でこれからの今の中の仕組み含めて、もしくはこれからの新しいビジネスのモデルを作るのに誰に相談したらいいか、まあ、そういう中の一人としてやっぱり代理店の法人営業さんにはなってほしいという熱い思いは持ってますね、そうですね。僕自身その何ていうんですかね、代理店さん、まあ、モバイル業界の代理店さんと関わる中で、まあこれはうちの会社の方針というかビジョンでもありますし、それから僕自身がそのいろんな、まあ研修ですとか、いろんなコンサルティングなんか、いろんなご支援をさせていただく中で常に思ってるっていうのは、僕自身は代理店、いわゆるモバイル業界の代理店の法人営業マンが地元の中小企業の、まあ、経営参謀、いわゆる DX っていった部分の経営参謀になってほしいっていうのが、僕自身これもう昔から言ってることなんですよ。まあ、DX っていうのはここ数年の話ですけども、やっぱり経営参謀になれる営業をどうやって育成をしていくのか、それによってやっぱり
代理店さんとキャリアさんと、それから当然お客様、いわゆる、まあ、エンドユーザーって僕言葉好きじゃないんですけども、いわゆるアカウントユーザーの3者の関係性って絶対的に変わってくるんじゃないかと思うんですよね。おっしゃる通りですね。お客様からしたら、例えば、まあ、これはちょっと今日、キャリアの方もご視聴いただいてるかもしれないんで、こういう言い方しちゃいけないんですけども、まあ、正直言ってスマホ、これ全部 Google の Android を使って iPhone の iOS を使って、そしてクラウドのサービスっていうと、まあ、多くのソリューションっていうのはいわゆるベンダーさん、サードパーティーさんから出てるわけじゃないですか。っていうことは、極論言えば回線も含めて別に、まあ、例えばD 社さん、S 社さん、A 社さん、それから、まあ、R 社さんっていうのも最近入ってきてますけども、どこ使ってもいい時代ですよね。おっしゃる通りですね。っていう中で、やっぱりお客様が、キャリアはどこでもいいじゃない、でも営業はこいつから買いたいんだっていうふうな状況っていうのをどう作っていくのかっていうのが、特に DX 時代にすんごい重要だなって僕自身思ってるんですよ。で、どうですか、はい、経営参謀、まあ、ちょっとハードル高い話なんですけど、やっぱり経営参謀にいきなりなれる営業のスタッフっていないじゃないですか。それこそ新入社員で入ってきた営業マンがいきなり中小企業の経営参謀になれるかっていうのはありえない話ですし、それから例えば、まあ、キャリアさんなんかでよくある話ですけども、まあちょっとキャリア用語になっちゃいますけど、主従業務変更っていうことで、いわゆる店舗の窓口の営業をされてた方が社内の移動で法人営業にチェンジしてきましたなんてことになったときに、そのスタッフの人が、まあ、男女問わずいきなり中小企業に伺って、ところで御社の経営課題は何ですかとかっていう、たまに他の業界で言いますよね、いきなり電話かかってきて何ですかって言ったら、いろいろとご提案したいんですけども、御社の経営課題何ですかなんていうとんでもない営業でしたよね。お前何考えとんやみたいな、お前になんでいきなりそんなこと話さなあかんねんみたいなやつもいたりする中で言うと、いきなりそれってありえないじゃないですか。っていう意味で言うと、育っていかなくちゃいけないですよね。っていう中で、実はそのやっぱり DX 化を、お客様の DX 化、例えば営業主体の会社なのか、例えば建設業なのか、まあもしくは例えばいろんなサービス業なのかっていう中で言うと、やっぱり DX の、切り口っていうかツールが変わってくるじゃないですか。それから当然業態を変えていくのか業種を変えていくのかっていうのも含めて、やっぱり経営判断が入ってくるっていう中で言うと、やっぱりそのお客様に入り込むっていうステップが必ず必要だなと思ってるんですね。で、どうですか、まあ、コンサルティングセールス、やっぱり最終的には僕は経営参謀エクソンとしては、まあうちのいろんなコンサルティングですとか研修を受けていただくことによって、僕はそこの人材を育てたいっていうのが、この、オンラインセミナーなんかも始めて、ちょっと新しいサービス秋口から始めるつもりなんですけども、そういったのがテーマであったりするんですけども、いきなりここはない、でも基本動作的なものも含めて下があるじゃないですか。おっしゃる通り、はい、っていう中で言うと、コンサルティングセールスで例えば業務改善をしていく、いわゆる現場の営業の人、それから場合によっては、例えばその何て言うんですかね、働き方改革に即した、まあ、コンプライアンスも含めたそのクラウドのなんだ、タイムカードシステムっていうんですか、そういったものをこう提案するっていう意味で言うと、いわゆる経営の話とは違うレベルでもう営業としてクロージングできるじゃないですか。っていう意味で言うと、こうどうですか、やっぱりこうヒアリングってすごい重要だなと思うんですけど、はい、こう大森先生がこうヒアリングで一番重要なことってどの辺っていうふうにしますか。私はとりあえずいろんな研修ですとかをやってる中で言うと、いや、まずは型で覚えるのが重要なんだよなんて話をしてるんですけど、そういう言い方もしてるところあるんですけども、大森先生的にはこうコンサルティングセールスする上でヒアリングってどの辺が一番肝のような気がしてます。ああ、そこへ来ましたか。ですね、どこから行こうかな。今のお話ですいません、3つぐらいちょっといただけるとありがたいんですけど、まず経営者の参謀になれればいいな。ですが、昨日今日入った大卒の人間に基本動作もできていないのに、そんな、ね、今電話でね、御社の経営課題は何ですかなっていきなり、ね、唐突な質問する人もいるという話があったんですけれども、そこはこれ今までお手伝いさせていただいた経験からなんですが、いきなりそのいわゆる経営課題という話は無理ですが、3年ぐらいきっちりと、まあ、
その会社の風土文化に合わせて伸びる力をきっちり作っていけば、匂い感ですけど今までの実績から言えば、例えば業界は違うんでちょっとあの置いときますけども、やっぱり28ぐらいで、近畿間なんですけれども、やっぱり経営者がすごく信用してる、信頼している、うん、やっぱり参謀になってるんですよ、うん、でそれなぜ参謀になれるかというと、やはり今2つ目の話になるんですけども、きっちりとヒアリングができる。で、じゃあきっちりヒアリングって何をもってヒアリングかというと、これまた結構奥の深い話でして、だいたい世の中に、ヒアリング力を上げましょうという本だけでもね、100冊はないですけど、50冊ぐらいは世の中にいっぱい出てるわけですので、まあ、入り口のレベルの本当に顕在化した、ね、情報を聞くというヒアリングもあれば、やはり経営者の思いをしっかりと 腹に落とす、引き止めるというヒアリングもありますので、そこは、一朝一夕にちょっとは語れないところはあるんですけれども、一つやることは、今申し上げました3年ぐらいの間にこうヒアリング力をこうやって高めていきましょうね、うん、というふうな、実は階段をやっぱり作ってるんですよ、はい、ちょっと宣伝するわけじゃないんですけど、そういう、コンサルティング営業ができていく一つの、階段をきっちりと明確にしていきましょうというのを実は、作ってます。で、必ずその中にはスキルの中のヒアリング力、質問力とか言ったりしてるんですけれども、やはりそういう項目を入れて、自分は今こういうヒアリングはできるけどこういうヒアリングはできないな、だからこのお客様でこういうところをヒアリングできる練習訓練をしてみていって、うん、で自分のスキルも上げ、社長に今のヒアリングって失礼にならなかったでしょうかみたいで聞きながらですね、若い25、6でも本当にその会社のためにと思うのであれば、うん、社長さんもバカじゃないですから、あ、お前はええやつやっつってね、じゃあちょっとこういうところこうやって聞き直せみたいな感じでですね、うん、きっとご指導していただきながら力をつけていかれるんじゃないのかなというふうに思っております。以上でございます。そうですね、まさしくそのヒアリングって、まあ僕はまあメインで研修ですとかやる中でいうと、そのロールプレイングですとか、それからいわゆるそのセールストークの中でこういう聞き方しなさいよっていうパターンを教えてるんですけど、実はやっぱり一番重要なのって、それをやっぱり定着して応用できるようにしないとまずいわけじゃないですか。っていう意味で言うと、今大森先生おっしゃったような、その練習できる環境っていう意味で言うと、やっぱりそのチームっていう言い方になるのか、組織っていう言い方はまああると思うんですけども、やっぱりそういうふうなヒアリングをちゃんと重視して営業活動っていうのをしっかりマネジメントできる文化、そしてマネージャーがいるってめっちゃ重要だと思うんですよね。で、それって決して自分が成績がいい人が別に、まあ、よくあるパターンですけど、成績がいいと大体マネージャーになるなんていう組織多いじゃないですか。おっしゃる通りですね。これって人を指導できるか育てられるか、全体の面倒を見れるかって、これ全然別問題ですから。別問題ですからね。ですよね。っていう意味で言うと、そういうあれですよね、やっぱりコンサルティングセールスってやっぱりその一人一人に対してのスキルと、それからそれをやっぱり推進していこうというふうに考えているチーム全体の風土っていう、これを作っていく、そしてそれのステップを作っていくっていうような、まあいわゆるご支援って、我々は同業者として売ってますけども、例えばコンサルティングに入るですとか、いろんなトレーニングに入るですとか、まあもしくはアセスメントに入るなんて話があるわけですよね。やっぱり代理店さんって、どちらかというと、そのなんていうんでしょう、一人一人のスキルを上げていこうっていうようなところにフォーカスが当たってるパターンって、やっぱり昔から大森先生も20年前からずっとやられてたと思うんですけども、やっぱりその、拠点っていう言い方になっちゃうのかもしれない、法人営業拠点なんて言い方を、まあ、キャリアさんの方はしてると思うんです、代理店さんなんかもしてると思うんですけども、やっぱりそこにどうやって手を入れて変えていくのかっていうのは、特にやっぱりこの経営参謀を目指そう、特に DX を切り口にするんだったら経営と直結ですから、そこ変えないとこれどうしようもないですよね。うん、そうですね、うまく言えるかな。今おっしゃったその法人拠点作って集める、でちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、すっごい引きない言い方すると、集めただけのものって結構あるじゃないですかね。とりあえず周りには自分の知ってる法人営業の仲間がいないんで、とりあえず一つのところに集めた。でもそれだったら全く、言い方悪いですけれども、全然その意味がないとは言わないんですけれども、うん、まあ、どちらかというと意味がないに近い。ではなくて、そこで法人拠点のメンバーが集まったときに、当然4人いらっしゃれば4人、ね、自分、例えば
ドアオープナーが得意、中には雑談で商談を取ってくる素晴らしいやつもいますし、はい、やっぱり聞く力があるとか、あとは先ほど言いましたいろんなソリューションですよ、よく知っている、ね、あのプレゼンテーションさせたらピカイチ、はい、まあ、そういったいろんなメンバーのいいところをどう、 こうミクシングしていきながら、なるべく広い市場に対して効率的に網を投げていくようにしていくと、うん、だから1が4人になったんじゃ意味がないわけであって、4どんな掛け算をしていって6にするとか8にする、まあ、これをするのがマネージャーの仕事なんですけれども、すいません、あまりいい例は知らないですそうですね、まあ、本当に今日いろんな方がご視聴いただいている中で、ちょっと本当にこの辺言うと耳を痛い方というか、なんかへそを曲げる方も出そうなんで、とは言いつつもこういう話は非常に大事だと思うんですけども、あのやっぱりこうキャリアとして、まあ、いわゆるその法人営業一人一人にフォーカスを当てている、そしていろんな、まあ、制度があってインセンティブがついてくるっていう中で言うと、一人一人のスキルアップをしているのは、まあ、これ昔からやってると思うんですけども、やっぱり今あの大森先生おっしゃったように、やっぱりドアオープンが得意なやつ、ヒアリングが得意なやつ、それから深掘り得意なやつ、プレゼンが得意なやつとかっていっぱい持ち味ってあるじゃないですか。おっしゃる通り。で、まあキャリアさんって全体的にやっぱり販売数を追っかけますから、すべての人間がいわゆる例えば1人が10個売ってこい、1人が10個売ってこいっていう形で、1人にすべてのプロセスのスーパーマン求めてるような気がするんですね。まあ、これは致し方ない部分あると思うんですけども、やっぱりここは代理店の中でやっぱりそのキャリアの求めている数字を上げるために、1人が3つずつ上げるんじゃなくて、1人が0でも1人が100個上げてくれば結果的にいわゆる拠点として OK じゃないですか。おっしゃる通りですね。まあ、ちょっとこれは極論の話をしてるんですけども、そういった意味で言うと、その代理店のその拠点のマネジメントっていったところも、とにかくその変えていかないと DX 時代なんか間違いなく振り落とされるんだろうなというふうな、ちょっとまあ危機感というか、まあ強い課題感を持っているところですね、私は。うん、おっしゃる通りですよね。あのやっぱり DX になって、それこそこういう、ね、スマホありきの世界でいろんなアプリがあって、いろんなアプリをつないできながらビジネスをしていこうと、そういうところで実は新しい収益モデルね、先ほど出てましたサブスクもそうですけど、新しいところはどんどんメーカーも含めてやろうとしている、はい、で最終的にはそれで思いっきり収益構造、やっぱり、ね、21世紀はデータの世紀と言われてますけども、データで金を稼ぐという発想って、多分、はい、例えば中小のメーカーさんでもほとんどないと思うんですね。でもその辺をやはりこうマネージャーの方が、あ、こういう企業さんでこんな仕掛けをしてみて、こいつとこいつとこうやってみて、結果を見てまたこうやり取りをしていく、なんかそういう新しいことにとにかく挑戦していかないと、やっぱりその辺は今まで通りですと、なんかだん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 と先ほどおっしゃった販売数だけに追われていて、まあ言い方はちょっと疲弊しないかなというちょっと心配感というか危惧感はございますね。そうですね。で、特にその今このコロナというまあ大きな背景が社会的にあるじゃないですか。これって当然その法人営業っていうのは、いわゆる訪問営業をするっていうのが、まあ昔から基本、今でも僕は基本だと思ってるんですけど、とはいえ前提条件がすっかりコロナで変わってるわけですから、オンライン化をしていく、商談をオンライン化していくっていうのが非常にやっぱり求められてるはずなんですよね。で、その中でやっぱりオンライン化する、例えばまあ、Zoom を使うのか WebEx を使うのか、もしくは、Bellface を使うのか HANASPOT を使うのかっていうツールは別としまして、オンラインで商談の入り口のボリュームを増やしていこう、そしてそこから上がってくるデータを、まあ、今大森先生がデータを使ってって話があったと思うんですけども、そのデータを使って、まあ、CRM ですとかを使ってデータを使ってどう効率よくやっていくのか、そしていわゆる、まあ、一般的に顧客のランキングですとか追客をどうしていくんだって話っていうのを、やっぱり代理店さん自身も、これはまあ多分一次店さんなんかはもう例えばセールスフォースなんかが入ってるところもたくさんあると思いますけども、例えばキャリアの CRM をどう使うかって話もあると思うんですけども、やっぱりまあこれからの時代ってやっぱりそのキャリアそのものの業界の中での構造が、いわゆる Google、GAFA が出てくることによって変わってきた中でいうと、代理店のポジションも当然それに引っ張られて変えなくちゃいけないわけですよね。そんな中で、例えば自社の DX とかっていうのは、まあ、これいろんな社内事情がありますから、セールスフォース入れましょうねとか、まあ、例えばあのハブスポット入れましょうねって話じゃないとは思うんですけども、
やっぱりそういうふうな、例えばオンライン商談ツールなんかを入れることによって、どれだけ最初のデジタルで商談を数を稼ぐのか、そこから CRM で分析をして、やっぱりじゃあ対面商談は、このお客さんには対面でまず行かないとダメよねとか、それから場合によってはこのお客さんの場合はオンラインでどうやって追っかけていっていこうかっていう話なんかもしなくちゃいけないマネジメントって絶対的に求められると思うんですけども、まあなかなかこれはちょっとシステムを入れるってことになるといろんなその情報管理の問題も出てくるんで、まあ我々が触れる範疇じゃないと思うんですけども、その自分自身の営業を DX 化しなくちゃいけないっていうことも、そういうことも求められている。そしてそれを逆にネタに営業活動って絶対できますよね、大森先生ね。できますよね、うん、これから、まあ、今ね、先ほど代理店さんがどうあるべきかというかね、その視点を変えるという話があったんですけど、今おっしゃった本当に大事だと思うのは、いわゆるアナログでビジットして訪問をして商談をする、まあ、定期訪問みたいな営業がなくなるわけではないんですけれども、一方でデジタルマーケティングですよね、はい、ね、もういわゆるそのこういうウェビナーだとかそういったもので、ね、あのリードを集めて、でその中からこういろいろメールでアンケートを取ったりしていきながら、もしくはサーチエンジンをね、こういろいろこねくり回して、こういろんなコーナーもやってみようとか、メールを送ろうとかですね、MA ツールであったりとか、で今あの、ね、セールスフォースの話ありますけど、確かにこう中小企業の場合には、なかなか入りづらいということがあるのは事実ですけれども、あのこういうことがうちの場合、どのぐらい使えるのかなみたいな。ことをやはりこうトライしていきながら、やっぱりこう考えていく、まあ、たまたま今ね無料使用期間とかでもありますから、そういうものでとにかく誰かに一回ちょっとどこまでこんなものできるのか勉強しろみたいなですね、そういう形をしていきながら、従来のアナログから、まあ、別にコロナが戻っても多分ね Zoom のこういう会議とか 面談というのはいくらでも出てくると思いますので、うん、どうその今までの商談スタイルをシフトしていくのがいいのか、バランスをどう考えればいいのか、こういうことはもう必ず必要になってくる、考えることが必要になってくるというふうに思いますね。そうですね、あのそういった意味で言うと、まあ、先ほどからその法人営業担当者個人の話と、それからそのチームを取りまとめるマネージャーって話があるんですけども、そういった今例えばその MA ツール CRM を含めてなんですけど、ここってやっぱり経営判断の話じゃないですか。おっしゃる通り。という意味で言うと、代理店さんのその、まあ、特に、地場の二次代理店さんと言われる代理店さんなんかっていうのは、いわゆる中小中堅企業さんが経営されてるっていう意味で言うと、やっぱり法人営業をどういうふうに位置づけていくんだ、そしてうちの法人営業っていうのが、その例えばコンサルティングセールスっていう切り口の中でお客様にどれだけ入り込んでいくのか、そしてそれをどう効率よくデジタルで効率よくやっていくのかっていうふうな、まあ、やっぱりもう全社的に考えなくちゃいけないことですよね。おっしゃる通りですね、はい、でその中でやっぱしキャリアから多分求められてるんじゃないかななんていう気がしてるんですけども、この後、まあ、そろそろ残り10分ぐらいですので、そろそろまあクロージングに入っていきたいと思ってるんですけども、やっぱりその代理店っていう中で、まあ、少しまとめとして、振り返りをしていきたいと思うんですけども、この後最後に自立っていうお話はしていきたいと思ってるんですが、いわゆる自立する代理店ってやつですね、まあキャリアさん的には自走って言い方をしてるかもしれません。まあその話はちょっと一番最後にしたいと思うんですけども、やっぱり最後にまとめとして、当てにされるお客様に参謀として当てにされる担当者っていうのは、まずどういったところから自分の例えばマインドですとか、もしくは例えばアクションですとか行動ですよね、こういったところをやっぱり代理店の営業の方たちが変えてってほしいななんていうのは、大森さんありますか？営業のスタイルという言えばいいのかな、価値、いわゆるコンサルティングのできる営業という切り口からいけば、まあ、いくつか当然、ね、参謀になる、まあ、先ほど、ね、頼りにされてるという話からいけば、やはり、当たり前のことなんですけれども、お客さんのガイド概要をどのぐらい理解しているかとか、その上の経営者の方針なり事業計画をどの程度理解しているかなとか、やはり3つぐらいの実は枠があるんですね、うん、で昔よくご一緒に営業の同行させてもらった時に、行く先のですね、従業員何人何屋さんですね、主なお客様誰って言ってですね、で意外と今分かんないんですよね、見かけだけでは。はい、見かけだけでは分かんないです、はい、小売店やってるようですけど、実は裏ですごいね、ネット販売中心ですわ、お店を開けてるだけみたいな、いっぱいそんなのあるわけですね。ので
やはりそういう基本を理解し、そしてこの基本はやっぱりきっちりと最初の段階を理解し、そしてその1年ぐらい経てばかな、やはり企業さん、その担当している会社さんの、まあ、経営理念であったり、方針であったり、計画であったり、どういうところのお付き合いだとか、社長の性格ですとか、社員からの信頼度ですとか、そういったものをやはりお客様のところで体感をしていきながら、ご自身がその企業の中で、その企業の中でご自身の営業として何ができるのかなということを、ちょっと売りたい道具は横に置いといて、どうせまた戻ってくるんですから、置いといて、それをやっぱりこう考えていく。で、それをこう積み重ねていく中から、ご自身のいわゆるコンサルティング営業としての型ができてきて、知見となり、知識となって、お客様から信頼されていく。多分こんなステップになるんじゃないかと思いますね。そうですね。今の大森先生の言葉をちょっと変えさせていただくと、僕研修なんかで言ってるのは、コンサルティングセールスってやっぱりこうお客さんのいろんな事情だとか背景だとかを深掘りしろっていう話が、まあここは多分僕は本質だと思ってるんですけど、そこにいわゆる営業の担当者の人の意識って言っちゃって、基本的な例えば何屋さんなんですか、社員さん何名いるんですか、それからどういう部署があるんですかっていうようなところの事実ベースからまず聞くのがコンサルティングセールスだと思うんですよ。そこも聞かずしてさっきの話じゃないですけど電話で経営課題何ですかって聞くのは、まあアホかみたいな、もうで一発でできんモデルできんですよ、うちの会社だったら本当にお前何考えてんねんバカタレみたいな話ですよね。まあよく電話でそんなことやってるんですけど、まずやっぱりそういった基本的な事実をきちっと集められるようになりましょう。で、その事実を集めるっていうのはある意味ビジネスっていうのはパターンが決められるわけですよね。例えば業種業態、従業員数、組織形態、販売先、仕入れ先とかっていうのは決まるわけですから、ある意味コンサルティングセールスって、まあ、型でもできるんで、まず型できちっとできるようになってちょうだいね。その上でどこを掘り下げるかっていう中で言うと、まあ、先ほどから出ている、まあ、事業計画、まあ、なかなかこの数字の話って後の方だと思うんですけども、例えばビジョンですとか、いわゆる、遠隔ですとか、そういったところなんかをきちっと深掘りできるようになってくると、本当に当てにされて、ところで社長、今年の数字着地の見込みはどうなんですかなんて話を投げかけても、いや今年きつかったけど、まあ去年のコロナに比べればうちの社員さん頑張ってくれたよつっていう話をしてくれるような関係をなれば、僕はコンサルティングセールスとしてはまず OK かなっていう気はするんですよね。どうでしょうね。いや、おっしゃる通りですよ。だから今ね、事業計画の話しちゃったんですけど、私数字は極端なこといらないんですよね。去年に比べてどうでした、うん、ね、で当初の予算に比べてどうでしたとかですね、どこが足引っ張りました、どこが、ね、思わぬ宝の山になりましたとかですね、結構やっぱりそういうこの前もある企業さんであった時には、あいつがね、スリーランホームラン2本打ってくれたから、今年はなんとか持ったみたいな話がやっぱあるんですよね。うん、そうすると、そのスリーランホームランって何ですか、いや、そんな会社でこんなものなんですよと、じゃあそこで今後また芽が出てきたら、ひょっとしたらすごく来年度もそこで売上貢献になるかもしれない、こんな会話でいいんですよね、通じらないんですよ。うん、はい、はい、ので、なんかそういう会話をしていく中からですね、これ、ヒアリングしてるんではなくて、実は雑談なんですね、ひょっとしたら。そういう雑談をしていきながら、お客様に、ね、こう理解を、お客様を理解し、我々がやっぱり逆にその中をこう何ができるかなということを常に考えていくということがやっぱり大切ですよ。ですよね。という意味で言うと、本当になんかいろんなものの本によると、雑談力を磨けだとか、ヒアリング力を磨けとかって話があるんですけども、これ、区分けしない方がいい時ってありますよね。ありますね。うん、で場合によってはその自分のキャラクターをどうやってうまく使うのかっていうのも含めて、やっぱりお前はこういうキャラなんだからさ、こういう風な雑談してみるとお客さん多分喋ってくれるよなんていう風な、まあマネジメントなんかがいるといい組織になるかもしれないですよね。おっしゃる通りですね。はい、さあ、それではじゃあそろそろあと、まあ、5分切っちゃったところなので最後のちょっとお話に行きたいと思うんですけども、いわゆる自立が求められる、自走が求められる代理店っていうのが、まあ、今キャリアさんもなかなか厳しい状況になっている中で、代理店そのものが例えばキャリアに、まあ、言葉を選ばず言うと依存しない代理店になる、いわゆるその自立をして、例えば自社のソリューションサービスをどうやってアップセルしていくのかですとか、まあ、もしくは例えば取引のあるシステム屋さんとコラボして、回線周りはキャリアから、端末周りもキャリアから、そして基本的なクラウドサービスはキャリアから、ただし基幹となる例えばクラウドの、まあ
先ほどから出ている、例えば仮にセールスフォースなんて話であれば、ここの例えばカスタマイズをするですとか、API 連携を例えば、いわゆるその販売システムと絡めるなんて話、必ず、そういったのも含めて、代理店さんってできるポテンシャルをたくさん僕、持ってると思ってるんですよ。でも、これがなかなかやっぱり今までのそのビジネス、20年間、そのキャリアを見てきたビジネスっていうところで、なかなか自立できない、自走ができないって、これ、キャリアさんにとっても、僕はいけないことだと思ってますし、キャリアとしてもそれ望んでるはずですし、やっぱりキャリアと代理店って対等であるべきだと思います。まあ、ちょっとなかなか現実問題難しいところあると思うんですけども、そういった中で言うと、その自立、自走をしていくために、マネージメントとして、僕はそのフード文化をどう変えていくのか、それから全てを均等に育てていくっていうよりも、場合によっては成功モデルっていう意味で一人に集中的に育成をしていくのも、場合によってはマネジメントとしては、まあ、なかなかちょっとこれは難しいところあると思うんですけども、そういうふうな結構ハンドルを切る時代かなっていう気がするんですけども、大森さんいかがでしょう。そうですね、なかなか難しいテーマですね、企業風土ですからね。でも先ほどおっしゃった、やっぱり甘えてるんじゃねえかっていうのは、やっぱり甘えてる、やっぱりしょうがないですね、甘えてる。やっぱり自立する、自走させるにはどうすればいいかなっていうと、まあ、なかなかやっぱり口で言うのは簡単ですけれども、なかなか難しいこと。で、まあ、今荒牧さんがいくつか例をおっしゃいましたけど、私がお手伝いしている中でやっぱり大事にしてたことって結構2つぐらいありまして、1つはこいつの専門性何かなって結構見るんですよ、うん、その知識の世界でもいいですし、スキルの世界でも構わないんです。こんなん好きだとか、あんなん好きだとか、こんなんダメだとか、それこそ先ほどのヒアリングは上手だとか、雑談上手だとかですね、プレゼンさせたら何でもいいです。何が専門性としてこいつは磨くべきなのかということを見ることが1点、うん、でもう1つはほとんどの法人営業でご一緒した時に聞きましたね、あなた商売好きって。あ、独立してなんかラーメン屋でもやる気あるって聞いた時にね、いやーとかつったら、こいつちょっと法人営業向かねえなって考えちゃうんですよね何かって、やっぱり独立心ってすごく大事でして、やっぱり自分でやるんだって、自分がこう変えていくんだっていうね、社内でもいいですし、お客さんでもそうですし、それをどうやってこう引っ張っていこうかっていうところは、これやっぱりね、腹に持つべきものは独立心だと思ってるんですね、うん、のでやはりこの2つ、専門性と独立心をやはりどうマネジメントしていく、各校の営業をどうマネジメントしていくかとか、すごく重要ではないかというふうに考えますね。おっしゃる通りですね。本当にその専門性っていったところをちょっと言葉変えさせていただくと、やっぱりその人の持ち味だとか得意なところをどうやって伸ばしていくか。で、特に営業組織って数字で評価されますから、ダメな数字をどう上げるかになっちゃうんですよね。そうだよね。で、これを例えばお前のここがダメなんだじゃなくて、お前はここが得意なんだから、こういうやり方が生きるところをちょっとお客さん一緒に探そうやぐらいのマネジメントにならないと絶対ダメですよね。さすが、多分そこがやっぱりキーかななんて気がしますね。それともう一つはやっぱりその何て言うんでしょうね、やっぱり自立自走していくっていう中で、まあ、先ほどキャリアと対等なって話をしたんですけども、まあこれはちょっと極論のちょっと表現かなっていう気はしてるんですけども、やっぱりそのマネージャーとしてやっぱり今大森先生が商売って話をされたと思うんですけども、よく聞く話だと販売数だとかで管理されてる方って非常に多いんですよね。でもやっぱり大事なことって、自分がまあ一番最初も出ましたけども、お客さんにどれだけ利益を提供できるかっていう話と、営業は自分の会社にどれだけ利益を生み出して提供しているのかっていう、このバランスじゃないですか。っていう意味で言うと、販売数って利益じゃないですからね。その通りですよね。っていう意味で言うと、やっぱりそのマネージャーが、まあ、これ会社のいろんなその管理規定の話も出てくると思うんですけども、やっぱり僕がこれを売ったらいくら会社には儲けさせてるんだ、で、実際の僕の給料はいくらも取れてるんだ、それからもう一つはやっぱり売上だけじゃなくて、あらりぐらいは絶対に、そこでマネージメントできないと多分自立って無理ですよね。無理ですね、うん、でもそれ意識してない営業マンいっぱいいますよだから本当にそういった意味で言うと、まあ物売りなんですよ ね。その通りですね、うん、やっぱりその、うん、基本的にやっぱりソリューション営業って最終的にはお客さんの業績をどう上げさせるかじゃない、上げるかじゃないですか。っていう意味で言うと、自分側もちゃんと業績っていう意味で言うと
円マークのついた数字を意識しながら作れるかどうか、そしてその中で、まあ、ちょっと今日の話からずれちゃいますけども、まあ、日常的には損益計算書で営業活動をしながら、お客さんとの関係の中で言うと、いわゆるバランスシートで、貸借対照表で貸し借りがあるかって話ですよね。その通り、その通り。そこまでできて初めて参謀ですよね。その通りですね。ですよね。はい。その通りです。さあ、それでは話は尽きないので、2回目、3回目も少し同じ切り口なんですけども、こんなのを切り口にちょっと深掘りをまた、大森先生、また少しお付き合いいただきましてですね、またちょっと荒っぽい話もさせていただきたいと思ってます。さあ、それではじゃあ、ちょうどお時間の方になりました。大森先生の方から少し書籍の話も含めて、ちょっとご紹介させていただきたいということがあったかと思いますので、ちょっと画面変えさせていただきまして、先生の方からぜひご紹介いただければと思います。はい、ありがとうございます。今お話をさせていただきました、実は、まあ、エッセンスというほどではないんですけれども、書籍を2冊ほど、道友さんから出版しております。まあ、1冊は法人営業で成功するにはコンサルティング力を磨け。まあ、先ほど何回も出てます法人営業がコンサルティング営業するにはどういうステップがあるとかどういうスキルがいるかとかもしくは、どういう、 こう日々のどういうんですかね習慣をつけたらいいかちょっとそんなことを書かさせていただいている本でございます。もう一つがこれ同じ、イメージ感で作ったんですけれども法人営業で成功するにはチーム営業力を磨けということで先ほど営業プロセスごとにこうチームを作りましょうとかある大企業さんをいろんな角度を変えて、やりましょうとか実は、そういったことの事例ですとかあとコンサルティングのできる指南書を作った例がいくつか入れさせていただいておりますのでまたよろしければAmazon等で、ご購入また見ていただければありがたいかなと思っております。あとコラムをですね月に、2回発行させていただいております。毎月1日と15日土日関係なしでございます。元旦も発行しておりましてちょうど今年が7年目になりました。もしよろしければですね生存確認の意味でまたメールアドレス等々ご登録をいただければありがたいと思っております。以上ほんの少し宣伝をさせていただきました。ありがとうございました。大森先生のコラムは本当に私もいつも見てるんですけどもああなるほどそういうふうな言い方もあるよねとかそれは確かに僕あすっぽり抜けてたなと非常に参考になりますね。ぜひ皆さんコラム登録なんかも含めてさせていただくといいよろしいんじゃないでしょうか。では、私の方から少しですね、この後のセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。まずは次回のオンライン対談セミナーということで、大森先生、またお呼びしましてですね切り口としては、まあ、DX 時代における今後の携帯電話の販売代理店との法人営業っていうところでお話をするんですけども、まあ、こんな調子で1時間ですね、臨機応変という言い方はかっこいい言い方なんですけども、まあ、瞬発力というところでですね、いろんな切り口で楽しくやりたいと思いますのでまた別の話も出ると思いますのでぜひ今回ご参加いただいた方も、次回は8月の10日の火曜日になってます。また時間同じ13時からですので、まあお昼休みちょっと遅めに取っていただいてご飯食べながらでもご視聴いただけるとありがたいなと思ってます。これが1点です。そして、もう一点がですね、次はもう一つ、これは私の単独セミナーになるんですけども、ちょっと新しいことということで、今まで法人営業の、そのオンライン商談のやり方なんていったところをちょっと単独でやったんですけども、新しいテーマとしてですね、携帯電話、まあ、代理店さんのですね、リーダーの方にちょっと見ていただきたいセミナーがあります。いわゆるやっぱりチームの生産性をどうやって上げていくのか、効率をどうやって上げていくのか、それによってやっぱり業績って変わってくるじゃないですか。まあそういった意味で言うと、いわゆるマネージメントをするっていう中で、まあやっぱり人、物、金、いろんな情報ってあると思うんですけども、やっぱり人の部分って、この代理店さん、特に店舗営業もそうだと思いますし、法人拠点もそうだと思うんですけども、やっぱり今いる人材にどれだけ活躍してもらうか、さっきの専門性って話もありましたし持ち味って話もあったと思うんですけども、そういったところをチームリーダーとしてどうやってマネジメントしていくのかっていうその業績の上がるチームの作り方っていうののですね、ちょっとセミナーを8月の17日の火曜日、これは12時から12時半30分ぐらいお昼休みの時間にですね、またやりますのでぜひご視聴いただければありがたいなと思ってます。以上ちょっとセミナーのご案内でございました。さあ、それではじゃあすいません。2人が喋ると大体 4,5 分オーバーしちゃうんですけども、14時5分ぐらいになりますけども、そろそろ終わりにさせていただきたいと思います。今日は大森先生、本当に お忙しい中ありがとうございました。私も非常に勉強になりました。とんでもございません。はい。それでは視聴している皆様も、大変ぶしつけな話ですね。とても大森先生、それから私のですね、
ある意味ちょっと毒舌というかトゲのあるところぶっちゃけ話が、お気に障る部分もあったかと思うんですけども、まあ、本質は外してないつもりです。また次回もぜひぜひご視聴いただければありがたいなと思ってます。本日は皆さん本当にありがとうございました。またお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。